あ、なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？あ、すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。てや、お前もな。いや、なっ、それあれ、ちょっと今やられてた。お前は何も見てない。何に入るんだ。よっ、で、で、よっ、うっ、さっ、それよっ、よっ、せい、ノクトさすがイグツ。当然。終わりだ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくて。任せろ。阿吽の呼吸ってやつか。死ぬんじゃねえぞ。うおりゃ。それ。ほら。無事だな。はいはい、行くぞ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。恩に着る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。あ、一旦休憩して体勢を整えよう。
よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。よし、着いた。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。